皆さんこんにちは。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログですが、これだというテーマでお届けいたします。実は1ヶ月半ぐらい前から、こう顔のですね、アレルギーというかアトピーに悩まされています。どういう症状かと言いますと、このちょうど眉毛の上とかね、あとこの辺とかがものすごく痒くてですね、で描くと赤くなるというね、ずっとですねこのような症状で悩んでるわけですが、医者に行くとですね、ステロイド剤を出されて治るのは分かってるんですが、なんとなくこうステロイドを使うのは嫌だなということで、我慢しています。そしてつい先日、新潟市の東区にあるあるスーパーにたまたま買い物に行きました。そしてそのスーパーの中にはドラッグストアが併設されていますが、そこをですね、これもたまたまなんですけど入ったんですね。で入って3歩ぐらい歩いたら、なんとですね、目の前にこれが見えますか。かゆみ、ぶつぶつ、赤み、顔湿疹、皮膚炎に効くって書いてあったんですね。そしておまけにですね、ノンステロイドっていうね、要はステロイド剤を使ってませんよというのが書いてありました。もうこれはですね、即買いました。私のためにあったような薬だと思います。本当に即買ったんですね。これがもしですよ、このパッケージが顔が抜けてて単に湿疹皮膚炎だったら私は買わなかったと思います。具体的に顔っていうのが入ってたのでこれを買ってしまいました。そしてさらに痒み、ブツブツ、赤みとかね、まさに痒みと赤みっていうのは私の症状にぴったりだったわけですね。このようにですね、商品、広くですね、表現する場合もありますけども、今回のこちらの商品のように、顔の湿疹とかね、もうより具体的にネーミングに使うことによって、そのお客様ズバリ、つまり私のような人が来た時はもう即買いみたいなね、そういったことが実現できるかと思います。ある方がこんなこと言ってました。それは目薬っていうのは40って書いてるのが多いよねと。これどういうことかっていうと、40歳を境にですね、やはり目の疲れとかね、そういうものが顕著に現れてくるのだと思います。これも40っていうのを入れるので、入れたことによって、いや40歳以上の人はですね、反応すると思うんですね。特に40前後の人っていうのは非常に反応するのではないかなと。このようにですね、商品はその用途だったりとか、買ってほしい年代、性別、あとはもうその他もろもろあります。悩みについてもより具体的にズバリこれだっていうふうに絞り込んでいった方が、お客様の心を捉えるのだと思います。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之でした。今日もコメントよろしくお願いします。そしてこちらに飽きないはカドカドチャンネルの登録のバナーが出てるかと思いますので、こちらをクリックして登録の方もよろしくお願いいたします。